こんばんは。こんばんは。ウケる。ジョーちゃん今日めっちゃいいことあったでしょ。いや全然笑い事しか思い浮かびません。今日は聞いてほしい。なんか結構終わって帰り寄って雨だと思っとらんかったけ、日傘、雨、まあ雨かな、雨降るかなとは思ったけど、小雨かなって思ってたけ日傘しか持ってっとらんかったんよ。なんか紐カバーできるけんいいわと思って日傘だけ持っとったんじゃけど、結構終わって帰り寄ってわ結構雨降ってると思って、でもまあぐらいの雨だったんよ。じゃけそう普通に帰り寄って、で一回ドラッグストアに寄ったよね。あ最初コンビニに寄って、でコンビニ私優柔不断じゃけさコンビニでも結構悩むんですよいつも。でコンビニ出たらもうすごい雨になっとって、すごい雨だと思ってでもあのドラッグストアにも寄りたかったんですよ。じゃけその後近くのドラッグストア寄ったら、出てたらもうさこれまたもう次はもうほんまにもう信じられんぐらいもうほんまに信じられんぐらいの雨が降っとって、ほんまに見せたい。そっからねこの家拠点まで歩いて7分ぐらいだったんですよ。で一旦まあ歩こうと思って、もしすぐタクシーが現れたら乗ろうって思うぐらいめっちゃブワーって感じだったんやけど、でもそう雨じゃしなかなか現れんけもう歩いて帰ったんよね。もうそしたらもうめっちゃ濡れた。まだ濡れとるかな。結構前じゃけんね濡れとらんかもしれん。でも分かるぐらい。今日はこのズボン履いとったんですけど、これ信じられんぐらい濡れとけんのほんまに。この前はここまで、やばくない？でもやばいよね、前やばいじゃん。こんだけ濡れたんですよ。まだね冷たいもん。でやばいじゃん。で裏はどこまで濡れたもう分からんぐらい。ここまで濡れたんよ。やばくない？これやばくない？ものの数分ですよ。やばっ。だってこうやってさ折りたたんだ時に全然色違う。いやこれは傘持ってました。あの日傘だったけさ今日持っとったのが、そんな大きくなくって、そうでも最悪ってなりました。
で、これからこの配信はやらなきゃいけないことをみんなに後押ししてもらいながらやる配信をしようと思ってるんですけどそう、あの洗濯をセリフ覚えじゃない洗濯を今からこのズボンもなんかもう歩きながらめっちゃ濡れたわと思っとったけど、まあもう洗濯するけん濡れたらいいよと思って そう洗濯機に入れるだけなんですけどなんかあとねこれシミ取りをしようと思ったんですよ。そう、あ、今日もう一個災難な出来事ありますよ。災難な出来事その2、今日 T シャツをね買ったんですよ。普通に GU で T シャツを買って、そしたらこれ絶対私じゃないんですよ。でも汚れてたんですよ。見えんね、見えんけど2センチぐらいのめっちゃ薄くやけど色鉛筆でピーって引いたみたいな汚れがあって、まあちゃんと見とらんかった私がね悪いんですけど、でもあのさ、昨日一昨日あのラーメン食べて汚しちゃったって書いたんやけど、そういえば何日か前に私これ買っとったんですよ。シミ取りレスキュー買っとったんですよ。全然よ、その時はまだ買った時は全然汚しとらんかったけど、なんとなく汚す未来が見えたんか分からんけど、これ買っとったんですよ。これみんな知ってます？これめっちゃいいですよ。これはあの韓国メンバーと行った時にマネージャーさんが持っとって、で韓国の市場でなんか誰かと誰かが結構な汚れがついちゃったんですよ。あの赤いタレみたいな韓国っぽいタレがついちゃって、その時にマネージャーさんが貸してくれて、私がもう職人になってみんなのやつをやっとったんやけど、これめっちゃ取れるんですよ。これこのなんか板みたいなのがついとって、すごい提供みたい。これポン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 する、この液をつけながら、そしたらなんか分からんけどシミが取れるんですよ。これ絶対取れる。あ、もう取れたよ、もうほぼほぼ取れた。その韓国の時さ、もう本当にすごいぐらい、しかも白いダウンについたんよ。サラピとマイちゃんかな、サラピとピアちゃんかな、ちょっと忘れたけど、うわっもう取れた、イエーイ感動。あ、すごい、なんか裏地もなんか汚れてる。これちょっとこれちゃんと見て買わんといけないですね。でもこのシミ取りレスキューもなんか暇な時にドラッグストアいろいろ見よった時に、あ、これあれの時のじゃと思っていつか使えるかなと思って買ったんじゃけど、これ一人一個までって書かれとった。よし、これほんまに優秀じゃ。
すごい取れました。あとはこれ、なんかこの辺に4つぐらいポン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 って汚れてるのと、あとここ、わっ、この辺にもちょっとね大きくない、これは見えるかな、ちょっとここ、わっ、ここラーメン、ラーメンがね飛んじゃったんですよ。悔しかった。なんかさ、紙エプロンないお店だったけんさ、でもこんな真っ白いカーディガンで行っちゃったけんやばいって思ったんやけど、なんかこっちのとこやばいと思って、もうめっちゃ丁寧に、もうなるべくそうすすらんように丁寧に、もう丁寧な生活って感じの食べ方を心がけたんやけど、ダメだったね。よかった、ほんまにこれ買っとって、未来、未来じゃない、過去の自分ありがとうって感じ。てか前髪なんか無造作、無造作スタイル、わっすごい、え、ほんまにすごい、このさ、シミ取りレスキューに助けられた人が何人もおると思う今までに。すごい、いいよいいよいいんよ、いいでねえか、え、マジですごい感動。大きいのは取れました。あとちっちゃいのが多分点々と、めっちゃちっちゃいけど点々とついてるけん、それを取っていきます。うわっ、もう取れた、ちっちゃいのすぐ取れる、え、楽しい、なんかシミ取り業者やりたいってぐらいかなりやりがいを感じる職業です。なんかでも久しぶりに服を汚した、服を汚したというか、なんか大人になってからさ、あんまり服って汚れないじゃないですか、なんか泥とかで遊んだりせんし、なんか泥のとこでこけたりせんし、じゃき久々にこけたじゃない、久々に服を汚してしまいました。でも今度から汚してもあんまりへこまずに済みそう。シミ取りレスキューおすすめです。今多分ラスト1個汚れを取りよる。今日はなんでドラッグストアに行ったかというと、あの柔軟剤、もう柔軟剤買いたいと思ってずっと思っとったんやけど、ちっちゃい使い切りがないけさ諦めとったんよ。でもあの柔軟剤の液体だったらさめっちゃ重いけどさ、粒のやつだったら軽いじゃんと思って買いに行ったんです。で軽かったけん買いました。じゃし一回広島帰った時に荷物結構減らしたけん入るかもと思ってそう買ったけん、久々にちゃんと柔軟剤の匂いがする服を着れそうで嬉しいので、今日は洗濯します。え、もうなんかもっと汚れ取ってほしいもう汚れがない。あ、あった、ん、あ、鍵や、ん、あ、あった、ちっちゃい汚れがありました。
良いよ良いよ良いよ、うん、多分ない。え、今持ってる服一式見たいぐらい、一式見て、あ、あ、あ、帽子え、帽子の汚れがね、気になる部分があったんですよ、そういえば。このね、韓国で買った帽子のこのなんかシュッて入ったんですよ。これがね嫌だったんよ。取れるかな、これ後ろにやってもね、あれやば。わー、取れるかな、うん、あ、でもでもでも、あ、でも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 、おー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 、誰これ作った人、取れるわ。え、すごいすごいすごい、え、ほんまにすごい、マジか。これはこれは想定外です。これすごいすごい、なんかこれかな、回し物みたいになりそう。目薬ではありませんって書いてある、お気をつけください皆さん。なんか一個大きい汚れが取れたら普段全然気にならんちっちゃい汚れも取りたくなる。ほんで取れる、え、これすごい、本当にすごい。皆さん欲しくなりましたかこれは何円だったっけな、300円ぐらいだった気がする。でも300円でさ、いろんな汚れが取れたらさ、めっちゃいいですよね。これ汚れとるけんあんまり使えんなと思ってたやつとかがさ、普通に使えるようになるけどさ。良いです、もうちょっと取れそう、綺麗に跡形もなくしたい。普段全然綺麗好きじゃないのにやり始めたらとことん綺麗にしたくなる。え、嬉しい。あとさ、なんかメイクしたまま帽子かぶったりするけんさ、帽子の内側がさ汚れるよね。なんかちょっとさ、ファンデーションの汚れみたいなのがつくけ、それを取っていきます。取れるかな、まあここはね、あんま見えんけん、あんまりちゃんとせんでいいかなと思いつつ、女の子の帽子あるある、え、そう、あるあるだと思う、ほんまに。ちょっとずつ内側汚れてるあんまり言いたくないけど、あ、でもめんどくさい、内側は内側はちょっとめんどくさい。あ、でも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 薄くなった気がするよ、ちょっとしかしとらんけど、すごい、なんかすぐなくなりそう。しかもこの帽子がさ、白い系さ、内側も白い系さ、めっちゃもうファンデーションって感じ。え、でも嬉しい、ここのねシュッて入ってる汚れがね、ずっと気になっとったんよ、汚れちゃったって思っとったんよ。この帽子お気に入りだったけさ、うんうん、
これ可愛いよね。これめっちゃ可愛い。いいのでは。では。洗濯。洗濯に入れていきます。まあまあ久しぶりの洗濯なので。かなり。溜め込んでしまっています。キャみんなは今日食べたものとか、今から違うか、なんか食べたいものの話とかしていてください。夜に洗濯するんだ。うん、なんかもう朝はもう本当にギリギリまで寝たいので、私はなんかもう気がついたらずっと昔一人暮らしの時からずっと夜に洗濯しますね。朝したことないかも。なんか不健康。靴下の洗濯せんでいいけラッキーじゃわとか思っとったけど、稽古の時がいつも靴履くけ靴下ね洗濯せんといけんなんですよね。なん結局シミ取りありました。もう一個シミ取るものありました。嬉しい。こちらマーティン・キムの T シャツがちょっと汚れてしまっているので染み取ります。私のことは染み取り姉さんと呼んでください。多分すぐ飽きてるんですけど。お、良い良いです。うん、あ、すごいみんな呼んでくれた。ありがとうございます。温かいコメント欄。オフの姿すぎるよね。こんなパジャマにメガネで染み取って何この配信。ありがとうございます。こんなプライベート配信を見てくださって、
良い、いい感じに撮れてきました。さ、ちょっとこれなんて汚れたんやろ、なんかラーメンみたいな感じの、さっきと同じ感じの汚れやけど、いつ汚れたんやろ、わからん。もう私までなるとノールックで。今着てるパジャマは無事、このパジャマはあれ絶対無事じゃないと思ったけど、案外全然汚れてないかも。でもこのパジャマはもういくらでも汚れていい、というか結構もういっぱい着てるパジャマなので、これは汚れはねそんな気にしてない。そう、これめっちゃ楽で大好き。私一枚でテロッと着れるけど、そう、これはジェラピケ、これをプレゼントでもらいましたね、ありがとうございます、きつくしてますもう汚れはないか、なさそう。あ、結構パンパンになるかも、洗濯機。めんどくさいな、2回に分けようかな、いや、めんどくさいな、いや、いや、めんどくさいなめんどくさがりやすぎる、いや、2回に分けるか、いちいち戻ってくる、あ、めんどくさい。え、でも昔の私だったら普通に1回でポイってやっとったけど、そう、なんかもう大人になったので2回しよっかな、起きとかんといけんやん。いや、でもね、どうせ起きてるのでワイナミに独り言言うやん。いや違う、配信してなかったら言わないですよ、配信してなかったら何も喋ってないですよでも今はそう配信中なので、そうリアル、そうリアルをお届けと思って、いや2回やろう。私独り言、え、本当に独り言は私喋れません、意外とよし、2回に分けよう。アロマみたいな、あのつぶつぶどこ、え、どこ、え、なくなったあれ今日買ったのに、え、なくなった、え、早くない、戻ってきた、あれアロマのつぶつぶなくなった、あれこんななくなるほどこの部屋は全然あれなんですけどね、別にそんな汚くないのに、
バッグの中なかった。ちょっともう一回探しに行ってきます。次は見つかるまで帰ってきません。あれ、え、冷蔵庫の中とかないよね。あ、ないわ、さすがにね。帰ってきちゃった。え、本当にない。え、買った買った、え、買ったよ。で、一個思い当たるのはなんかほんまに雨で、あの紙袋に入れとったんよ。で、帰ってきたら紙袋がね破けとったんよ、端っこが。で、それに玄関ついてから気づいて、でも、あ、よかった、今は破けたんやと思ったんよ。え、落ちたってこと？でもさ、あんな大きいけさ、こんぐらいの大きいつぶつぶよ、気づくくない？ちょっと一回一瞬ドア開けてパッて見て、なんかその辺りを見てきます。え、ねえ、やだ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 、え、やだやだ、嫌になっちゃう。マジで探しよる今。え、ほんまにない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 わ。え、こんなことある。あ、待って、この下とか。え、ほんまにない。え、ショックショック、え、ショックショック、え、ショック、え、ショックなんですけど。え、なんでないんか分からん。え、どこで、あ、タワーが立ってる。忙しい。前髪もなんか気に入らない。よし、タワーは誰が西尾さん祝上ありがとうございます。西尾さんありがとう。面白がらないで。もう今大事件ですよ。つぶつぶ損、つぶつぶ逃走事件ですが、あの、嬉しいです。タワー祝上ありがとうございます。
がとう。え、ちょっともう一回家を、えって言ってももう見たいよ全部見るところ。いや買ったよ 100%、 もう絶対に買った自信がある、それだけは覚えています。ねえショック、えめっちゃショック、え冷蔵庫え冷凍庫、えどこほんまに、絶望え割と本当にショック、マジでないわ、マジでない、え レシートもらってないの、でもペイペイで買って、え絶対落としたと思う、信じて買ったって本当になんで信じてくれないの、まあ確かに普通信じれないよね、なんか物あんな大きいの落とすわけないって思うよね。落ちるくらい袋破けてる、うん袋破けてる、袋も見せよう、袋はこう破けてたのバカでもずっと破けてる感覚なくってで玄関にこうやって置いて気づいたの、あ破けとると思って、でもねあのペットボトルとかも買っとって、あのドレカミンとかドレカミンが無事だったんよ、じゃあよかったと思って、えちょっとさ一回さ一回配信中断してなんか10分ぐらい散歩してきていいえちょっとサクッと散歩してきていい、本当に私今日さ30分からふーちゃんと電話しようって言ったよね、今何分ですか今日10時半に終わる予定なんですけど、10時3分え、じゃあちょっと10時15分ぐらいに一回戻ってくるので、ちょっと見回ってきますなのでちょっと待っててください、じゃあバイバイ何この